アイドルグループ乃木坂46が4日、東京、明治神宮球場で、真夏の全国ツアー2024ジャサンを開催した。規制ブロックでは、この日、ちょうどグループ加入8周年を迎えた3期生が、最初にもらった規制曲である3番目の風を歌い、9人全員が思いを語った。同曲の感想では、まず梅沢から、3期生は加入して今日で8周年を迎えました。私がここまで続けてこられたのはただただ乃木坂が大好きだからです。ありがとうございます。と思いを叫ぶ。そしてここから全員が一言ずつ思いを伝えた。